こんにちは、シエルです。今日はですね、ここ、私のマイツタヤと呼んでいるシアタールームなんですけど、まあ、一応防音の部屋になってて、今日ですね、日本でも結構人気のゲームオブスローンズっていう海外ドラマがあったんですけれども、それが、まあ、今、世界同時配信で、日本でもね、リアルタイムで見れるという状況にもかかわらず、私ね、見逃してしまって、本当はね、朝10時から世界同時配信されてたんですけど、お昼過ぎに気づいたの。あれみたいな。今日月曜日じゃねってなって。それがすごいショックで、今夜10時なんですけど、2回目のね、配信されるので、ちょっと今それのスタンバイをしていて、マイツタヤにいる感じです。で、ちょっと5分ぐらいあるんで、このマイツタヤをちょっとチラッとお見せしようかななんて思いつつ、それよりも何よりももうゲームオブスローンズが見たくてドキドキしてるんですが、今回は第3話が配信されるんですけども、あの第2話って今回はああなるだろうってなんかいろいろとなんか想像してそわそわしてるんですけども、ちょっとマイツタヤの紹介どころじゃないですね。はい。ちなみにこんな感じでいつもソファーがあって、ここに見てトランプあるんですけど、いつもこのトランプでね、フラリッシュの練習しながら見てるんですよ。ただ多分ゲームオブスローンズを見ながらフラリッシュの練習はしません。もうマジで気合い入れて見なきゃいけないんで。はい。で、まあ横の壁にはこんな感じでね、海外ドラマの DVD があるわけですよ。ゲームオブスローンズの DVD もこんな感じであって、でね、第4章まで。ちょっとね、4章以降 DVD は買ってないんですけれども、ずっとスターチャンネルで見ていました。それではゲームオブスローンズ楽しみたいと思います。あー、マジでドキドキする。それでは。ゲームオブスローンズ始まります。楽しみすぎます。ワクワク。はい、ということで今ゲームオブスローンズ最終章の、第3話をようやく見たわけなんですけど、あんまりね、やっぱネタバレしたくないので詳しいことは言えないんですけど、私海外ドラマの自分の中のランキングがあって、で、いつもビッグバンセオリー、ブレイキングバッド、あとなんだっけ、デクスター。この3つが、まあ第3位に入ってたんだけど、ゲームオブスローンズが1番になりました。おめでとうございます。最終章がシーズン8に当たるんですけれども、もう今までの積み上げてきたものが、いろんなものが結びついてって、ほんと人と人とかが、ここでようやく出会ってとかもうね、とにかくもう本当に感激、感動、震える。言葉ではまとめられないぐらい本当にすごい、この作品は。実はこのドラマってもともと小説のドラマ化なんですよ。でも途中で小説を追い越しちゃって、ドラマの方が先進んじゃってるんですよ。で、まあこのね、シーズン8にあったら第8章でファイナルということで、まあある意味ね、だらだら海外ドラマ続くものも多い中で、まあうまくここで、まあファイナルというね、決断をしてるなって思うんですけど、今ちょうど、70話ぐらいになるのかな、シーズン。シーズン6までが、ちょうど10話ずつなんだよね。で、10話の映画って呼ばれてて、で、7から7ぐらいになったのかな。で、今回最後もう6しかないんですけども、終わっちゃうの寂しいんだけども、本当にファイナルに向けてすごいことになってて、これはもうね、海外ドラマでもないし、映画でもないし、何なのみたいになってる。大人向けファンタジードラマって言われてるんですけれども、私ファンタジー系結構苦手で、リアリティがなさすぎるとあんまりドラマに入り込めないんですよ。でもこのゲームオブスローンズは、もう本当にすごい。この作品は海外ドラマ好きになってこの作品出会えてよかったなってすごい思いました。もうね、途中泣いた。いろんなとこで泣いた。このドラマに関しては本当に見る価値がめちゃくちゃあって、とにかくもうこれは超おすすめの中のおすすめ。最終章の第3話が80分間あったんですよ。まあ映画ですよね、もうまさに1話自体が。で、なんだけど、もうね、3、40分ぐらいな感覚。もう本当に、もう引き込まれていくから、で、どうなんだ、どうなんだって。最後の最後で、みたいな。はい。ってな感じです。ほんと機会があったらぜひ見てほしいです。特にゴールデンウィークね、時間ある方は、もう第1章が10話だから、1日で見れる。1章とかは。ほんと追いついてきてほしい。
この作品に携わった全ての人に拍手を送りたいなと思います。うん、この作品に携われた人たちがすごい羨ましく感じます。私もなんかドラマ制作チームに入ってとかちょっと携わってみたかったなって思うぐらい本当に素晴らしかったです。ということでゲームオブスローンズまだ終わってません。あと3話残っています。今からでも追いつけるんじゃない？追いつけるよすぐに。うん、なので皆さんぜひ第1章から第7章まで駆け込んでみてください。はい、というそんな感じでした。もう興奮しすぎたので、まあ、動画撮っちゃったんですけれども、ゲームオブスローンズかなりおすすめの作品です。ぜひ海外ドラマを見たことない皆さんも見てみてください。はい、海外ドラマ大好きなシエルでした。ドゥンドゥンドゥドゥドゥンドゥンドゥドゥドゥンドゥンドゥドゥドゥン。もうね、ほんとね、このね、ドラマについて話せる人が今周りにいなくて嫌だってぐらい、もうほんと誰かに伝えたいこの思いをっていう感じです。ほんとにドラマめちゃくちゃ面白いから、海外ドラマの中でもこのゲームオブスローンズはほんとにすごい傑作ですね。うん、あの海外ドラマの雑誌っていろんなね作品が載ってるのいっぱいあるんだけど、あのゲームオブスローンズだけの雑誌とか売ってるぐらいなので、あと海外ドラマのイベントで、あの結構空席がある海外ドラマイベントも多いんだけど、ゲームオブスローンズだけは本当にあの抽選で外れちゃいましたみたいな感じで人気すぎて、うん、そんなこともあるぐらいの大人気シリーズです。